皆さんこんにちは、スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。ダンスのコンビネーションをブラッシュアップしていくところまでお見せするちょこっとネタというコーナーをスタートします。初回はロッキンです。今流れているのは2人が初見で踊ってくれているところですが、2人が取りたいリズムのニュアンスが違うのと、リズムの取り方がワンパターンになっちゃっているところ、意識で少し弱いかなと思うところがあるので、その辺を修正していこうかと思います。それではスタートです。ヒップホップのステップにロックの動きを入れるように、今回は意識をして取り組んでいます。よし、記念すべき第1回目のちょこっとネタとして、今日は、やっていただいてありがとうございます。はい、今回2エイトずつ作ってもらってると思うんですけど、どっちが前半、どっちが作ったの？前半、うん、たくまが作ってるんだ。 OK、 じゃあ、ブラッシュアップということで3つだけポイントを俺の方からお伝えしたいなと思うんですけど、音楽的なところで2つ。まず1つ目のところで、2人の縦の取り方で取りたいのがサトシなんだよ、はい、うん、で横で取りたいのがたくまなんだよ、うん、なのでこの一つ一つのネタに対して、例えば4カウントで、じゃあスクービードありますよね、そこは横目で取ろうか縦目で取ろうかっていうのが1つ、うん、でもう一つリズムチェンジがあったよね、キックウォークのところで、あそこでどういうニュアンスで取るのかをオノマトペとかで決めちゃった方がいい、うん、あ、ドドとか、うん、ワーンドドとか、うん、まずその音楽的なポイント2つのところをブラッシュアップしちゃおうか、うん、2人でじゃあ打ち合わせしてみてください。よし、前半のところが、最初はここどっちだったらステップを中心にいきたいな、なので少し縦目でもね、この後縦になっちゃうからやっぱり横にしましょうかで、ここからしっかり縦です。スッスッスが入るんだね。スイング、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 膝抜いちゃった方がいいんだね。ストーン、ストーン、バッ、バッ、うん、ロックの基礎にリズム取りをつけてメリハリをつけてやるようにしています。じゃあなんかリズムニュアンスは揃ってきたっていうことで、もう一つ体の使い方的なところなんだけど、足上げってさ、出す方、準備する方は OK なんだけど、例えばクロスハンドのしまう方とか、しまう方とか、うん、がもう固定されてて、じゃあ僕らはこの辺で行こうよって決めて一つ種類に絞っちゃった方がいいような気がするので、どっちかっていうと行く方は2人超うまい、はい、うん、で処理の方って意外と抜けやすいんで、ちょっとそこを打ち合わせしてみる、やっぱちゃんとここも戻ってくるっていうのを優先した方がいい。ここか、ちょっとこだわったらここか、ああパワーなんだ、もう眠いね、あっちやってみた。なんかむしろ足をこう寄せるっていうのは人によってはできなかったりするので、思い切ってここから膝を直線的にノーマルポジションに上げてくるっていうので、うん、かなり合わせは安くはなるんじゃないかな。合わせる、うん、合わせるとかニュアンスをこう揃えていくっていうところでは、はい、そっちの方が効果的だと。もうちょっとやってみて、うん、そうだね、ここにしてここにあーあっ、うん、えぇ、ー、たっつたっていうことですよね。これでしっかり、はい、じゃあ俺の方からは以上なんだけど、なんかここが気になるポイントとか、こうしたいんだみたいな欲求ってあったりするの？ちょっと前半の部分で言うと、ずっと正面を向いちゃってるなっていうイメージがあって、振り付け的には動きが少ないなみたいな、うんうん、なるほど、ちょっと感じてるポイントです。はいはいはい、うん、たくまはどう？うん、攻め方をしっかりできればっていう
ような感じになるんです。そうだよね、うん、じゃあたくまの方は大事、大丈夫だとして、もしかしたらこのパートは目線だけ変えるとか胸の方向だけ変えてもいいよね、うんうんうん、例えばこういうさビバップのステップとか入ったところとかはもう自由に向いちゃおうぜみたいな、うんうん、そういうこの部分だけは方向を散らしていこうみたいなのを一箇所あるだけで4エイトの中で、うん、かなり面白いことになるんじゃないかなと思うんで、じゃあ最終打ち合わせしていただいて、最後ブラッシュアップ後の投資をやっていきましょう。じゃあよろしくお願いします。エイジです。エナジー全開。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今回は縦と横のリズムをはっきりさせようということと、それを声に出して確認することで修正したところが自分自身の意識に深く根付いていきますし、双方のコンビネーションも良くなっていくので、このように準備ポジションがバラバラだったところも自然と揃っていくことになります。オノマトペを使うと強弱の確認までできることになりますので、このように次の動作に向かって思い切ったオフバランスを取るようにできます。この次のシーンは2人がこだわって練習していたところですね。すごく大きく横に動けているのがわかると思います。胸から上をリラックスすることによって振り幅を大きくすることができます。初見の時は縦一辺倒のリズムになってるなと思ったんですけども、このようにしっかりと横に動くことによってリズムのアクセントが強く見えるようになって、飽きがきづらいリズムの流れを作ることができます。あと今回最も効果が出たなと思ったところとして、引き寄せる動きを意識してもらったことによって、このようにストップしたところから次の動作に移るときに素早く動けるようになったんですよね。ちょっとここだけもう一度見てみましょう。次のステップの懐全然深くなってますよね。このちょこっとネタというコーナーでは振り付けやコンビネーションを皆様にご紹介するとともに、見逃しがちな裏のポイントをご紹介していけたらいいなと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。